はい、どうもことです。今日はね、エロレガーデンのナンバー13の解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングの BPM が230ですね。でかなりこれテンポ早いんで、最初はゆっくり落としてから練習した方がいいと思います。いや、いよいよエロレガーデン復活しましたね。で、今チケットが1時と2時の先行、僕落ちてるんですよ。落選して、でちょうど今日が4月18日なんで、今日の夕方6時に一般の発売が始まるんで、いやこれはマジで当てたいですね。本当になかなかエルレガーデンとワンオクロックのツーマンというか、まあゲストなんですけど、なかなか見れないと思うんでね、これはちょっと行きたいですね。はい、ってな感じで、じゃあちょっと早速解説いきたいと思います。はい、じゃあイントロのアルペジオからやっていきます。ちょっと最近カメラの調子悪くてすぐピントがボケるんですけど、ちょっと気づかずボケてたらごめんなさい。はい、じゃあこの部分ゆっくり解説していきます。あのエルレでよくあるペダルトーンだけ移動するパターンですね。この小指と薬指は3弦7フレットと4弦の7フレット、ここは固定です、ずっと。であと人差し指で、ルートの音を言っていきます。最初の音が、5弦の5フレットですね。で次が5弦の4フレット、次が6弦の7フレットです。ここは中指 で次が6弦の5フレットです。最初かなりゆっくりでいいんで、しっかりアルペジオで弾く感じで。はい、多分ね、この曲イントロのこの場所が一番難しいんで、ここだけ頑張ってください。次のパートも結構難しいんですけど、はい、じゃあ次のパートいきます。あ、ごめんなさい、さっきクリック鳴らしてなかったですね。はい、こんな感じです。じゃあここもゆっくりやっていきます。ここ右手は全部オルタネイト で右手が、一緒ですね、最初の音が、4弦の7フレットです。で次が、3弦の7フレットです。これ繰り返して、ここが2弦の8フレットですね。これも結構慣れればいけるんですけど、最初は多分難しいと思います。しっかり右手はオルタネイトでリズムキープして、で6連なんで、ここまでで一つと考えて、そうですね、まあコツとしてはこの弦移動の時にアップなんですよ。でそのアップを意識して、まあ、アクセントつける必要はないんですけど、頭の中でアップで入るっていうのを意識するだけで多分やりやすいと思います。ここはダウンですね。ダウンで入ります。アップ、アップ、ダウン、アップ、アップ、ダウン。これの練習すればいけると思います。結構ね、右手がめちゃくちゃになりがちなんで、初めは
ダウンで入ったりするとリズムも狂うし、しっかりアップで入ることを意識して点移動は。でまあ3つ区切り、6つ区切り、まあ3か6個で区切れば、はい。で途中のここですね、ここが結構難しいです。ここもその弦移動の時の、アップかダウンかをしっかり覚えて、でも左手なんですけど押さえてない弦はしっかり軽く触れてミュートしてます。全部で右手はできるだけ弾く弦だけを狙う感じで、手首というより指先でやってます僕は。はい、まあそんな感じです。で最初のね、このアルペジオと今のやったところ結構かなりギターの練習になるので、結構必要な要素をかなり含んでるので、アルペジオ、弦飛びのアルペジオだったり、まあ、6連の弦移動とかね、結構偶数だと簡単なんですけど、弦移動がだと全部ダウンから入るので結構楽なんですけど、これが奇数になると全部そのオルタネイトのリズムが変わるので、リズムというかそのアップダウンが変わるので、まあそこの結構いい練習になるのでぜひ頑張ってみてください。じゃあ次いきます。次がどこや、あ、で、次 A メロいきます。まあ今のとこパワーコードのブリッジミュート、ルートの音が6弦の3フレットです。230多分ダウンで全部いくのは難しいので、オルタネイトでいいと思います。で次オクターブ奏法のルートの音が、5弦の5フレットと7フレットです。はい、じゃあ次 A メロいきます。ここから結構簡単です。いや、ピンボケがすごいな。まあ、弾いてる間大丈夫でした。今全然確認してなかったんで。はい、じゃあ A メロいきます。はい、ここはまあパワーコードのブリッジミュートですね。全部オルタネイトでやってます。またルートの音をフレットで言っていきます。最初が5弦の5フレット、次6弦の3フレット、次5弦の2フレット、次が6弦の5フレットです。はい、まあここはまあ僕ルートの音だけしか弾いてないんですけど、まあ2本弾ける人は2本弾いた方が、まあ、音圧出るんでいいと思います。まあお好きな方で、じゃあその続きですね、 B メロですかね、やっていきます。はい、ここもね、オープニングと似てます。ルートの音が移動していく感じですね。2弦の3フレットと、3弦の2フレット固定の、ルートの音が、5弦の2フレット、最初が、で次が開放ですね、で次が6弦の3フレットです。はい、これの繰り返しです。
で最後が、サビ前の部分ですね、オクターブ奏法です。ルートノートが5弦の5フレットと7フレットです。はい、次サビいきます。サビね、バッキングとリード流れてるんですけど、左耳のリードがちょっとね、かなり聞き取りづらいんで、なんかちょっとトップの音ぐらいしか聞こえなかったんで、ちょっとバッキングの方をやります。はい、ここはパワーコードでやってます。最初の音がルート5弦の5フレットです。次6弦の5フレット、次6弦の7フレット、次3、5です。まあ多分パワーコードじゃないっぽいんですけど、まあ多分これでも大丈夫です、全然。はい、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と下の概要欄に SNS のリンク貼ってるんで、よかったらチェックお願いします。ではまた。